皆さんこんにちは。3日目のハンガロリンクが終わってレッスンが終わりました。スタートがすごいまず悪くて、もうホイールスピンしちゃって全然前進まなくて、1コーナーでまあアウト側にいたんですけど、まあちょっとだいぶ外からもたコースの外ぐらいから1台車来て、まあそれがぶつかってきて、結局それでちょっとフロントにダメージがあって、ハンドルもまっすぐじゃなかったんで、まあそれでペースが上げれなかったかなってところですけど、まあでもペース自体は良くなってきてると思うんで、まあ、次夏休み明けスパがあるんで、まあ、頑張りたいと思います。